ごきげんよう、マナトです。クローズドナイトメア、続きです。あれは…また、ランタンを持った仮面の人が立っている。ついてこいってことか。おそらく。行きましょう。早くここから脱出しないと。同感だ。早くこの忌々しいところから元の世界に帰るぞ。私たちはランタンを持った仮面の人についていくことにした。出口か。ハンコンの儀の中段出口。ランタンを持った仮面の人は廊下まで戻ってくると、今まで開かなかったドアの前で立ち止まった。ここ?あ、入ってきた。私たちが近づくと、そのドアを開けて中に入っていく。どこに繋がっているドアなのか。お、ここは部屋の真ん中にポツンと机が置いてある。来たことのない部屋だ。ランタンを持った仮面の人が見当たらない。どこに行ってしまったんだろう。とりあえず今はこの部屋を調べてみよう。なんか占いの占いのこの机のような雰囲気も醸しつつ、なんだろう。ハンコンの儀を行うためには、まず蘇らせたい対象を過不足なく揃える必要がある。体を。これは死体を過不足なく揃えるという意味ではなく、霊的に完全である必要がある。なるほど。じゃないと、マリアさん、金城さんに左腕を。何らかの理由で不足している場合は補う必要があるが、これは蘇らせる対象が自分の意思で行う必要がある。たとえ術者であっても代わりに揃えることはできない。記憶の欠落というのは。次に生贄が必要だ。ハンコンの儀では蘇らせたい対象の魂を生贄の体に仮面を介して憑依させ、自分とは異なる他人を自分の体として受け入れさせることで元の魂を追い出して定着させる。なお生贄はその一体だけでは足りず、複数体いるのが望ましい。はあ、ひとみさんだけじゃない。ハンコンの儀では、蘇らせたい対象を含めた生贄たちの生きようとする意志をエネルギー源としている。それを最大限引き出すことで、儀式を起動することが可能となるのだ。故に、その者たちには、命がけの試練に興じさせる必要がある。命がけの試練、今まで経験してきたような、仕掛けのこと?カード、何も書いてないカード。パシャ。私はカメラで白紙のカードを撮影してみた。何も映ってませんね。でもなんかうっすら。そうだな、目立った変化はないみたいだ。よかった、見間違いじゃない。ん?よく見るとカードの部分が少しぼんやりと発光しているような。ほうほう、反応しましたね。紋章のカードかと思ったけど、何も記号が描かれていない。白紙のカードが3枚置かれている。なんだ、次の場所に移動するためのカードじゃないのか。ジュンさんも同じ疑問を持ったようで、怪訝な表情を浮かべている。もしかしたら
何らかの方法で浮かび上がらせることができるのかもしれません。浮かび上がらせるっていうと、写真かブラックライトとかか。ああ、ブラックライト持ってました。それは分かりませんが、試してみましょう。写真一番初めに試しちゃった。ブラックライトか。私は白紙のカードにブラックライトを当ててみた。何も出てこないな。ああ、外れ。待ってください、裏面に何か出ています。裏か。なんだこれは。また複雑な文様ですね。もともとカードの裏面に描かれていた魔法陣、その上に何か別の影のようなものが浮かび上がっていた。他のカードも見てみましょう。何かわかるかもしれません。全部違う模様が描かれてますね。それぞれカードには色も形も異なる別の模様が浮かび上がっている。どういうことだ。全部違う模様ってことは、それぞれの行き先が違うってことか。ですが、これは惑星記号ではありません。まるで、もしかしたら。え、何をひらめいた。私は持っている紋章のカードを全部机の上に並べて、その上からブラックライトを当てた。え、マリアさん、天才では。なんだこれは。裏面にこんなものが書いてあったのか。ブラックライトを当てないと見えないものだから、今まで気がつかなかったんです。だが、これは一体何だ。これも惑星記号か何かなのか。ジュンさん、紋章が書かれたカード持ってますか。何？持ってないぞ。え？持ってない。あの部屋でしか使わないのに、いちいち持ち歩いたりしないだろう。むしろお前が全部持ち歩いてることに驚いてるくらいだ。そっか、カバンとかもないですもんね。そうですか。なんだ、必要なのか。どうなんでしょう、金城さんのも含めて3セットいるのか。おそらく今まで集めてきたカードを全て使うんだと思います。全て揃えて同じように照らしてみたら、何かがわかるかもしれません。え、取りに行かないといけない。パズルってことか。だったら部屋に取りに戻らないといけないな。それと、その理屈だと金城の分も取ってこないといけないが。ああ、やっぱり。だったら金城さんの方には私が行きます。わかった、ならそっちは任せる。私は金城さんがカードを使っていたスタジオへ向かうことにした。カード、白紙。気が進まない。スタジオに入ると、机の上と写真立ての中に紋章のカードが置いてあるのが見えた。多分私たちを追いかけるのに使って、そのまま部屋に置いていったんだと思う。紋章のカードを回収してさっきの部屋に戻る。あ、難なく手に入りましたけど。すごく勢いよく戻っていきましたね。あ、無事だった。ジュンさん、どうかしましたか。ああ、さっきまでなかったよな、あれ。二人がいなくなるのを見計らって、どなたかが準備してくださった。ジュンさんの視線の先には何かの枠のようなものが置かれていた。そうですね、おそらくこれから使うものなんでしょうけど。これは額縁か。何か線、網みたいなのが書いてあるが。これをお使いなさいと。網？いや、この形と大きさは
これはもしかしてカードの形になってるんじゃありませんか？網じゃなくてカードを置く位置を示してるんだと思います。バラバラになってる記号はここで組み合わせろということ、つまりここでカードを使ったパズルをしろということではありませんか？手に取って調べてみようと額縁に触れた瞬間、かっちりと小さな音がした。嫌な予感。何かのスイッチを入れた時のような。何？何の音だ？あ、天井。見てください、天井が。あ、タイムリミットスキー。天井が降りてきてるのか。時間制限、それの時間ないで組み合わせなさいと。あ、慌ててドアに飛びついて開けようとしたけど、すでに開かなくなっていた。開かない。どうするんだ。パズルを解きましょう。無意味なものではないはずです。これを解けば道は開けるはず。急がなければ。すごく焦る。パズルを解くため、私は急いで全てのカードを机の上に並べていった。あー、解けるかなパズル。あ、急がなければ。色。あ、早く移動させたい。違うな。回転させたりしないのか。落ち着いて。あ、これ隅だな。隅だ。多分これはこんな感じかな。壁が今どのぐらいまで、壁っていうか天井今どのぐらいまで来てるんだろう。なんだろうこれ。とりあえず置いとこう。青、エメラルドグリーン的な青。え、これ何、わかんないな。おい、髪しろ。ジュンさん、諦めてください。無理でした。え、わからない。もう天井はパズルの枠を押しつぶすほどに迫っていた。天井はなおも迫ってくる。もう立っていられるほどの高さはなくなっていた。ジュンさんは迫ってくる天井を押し返そうとしたけど、人の力で抑えられるものではなかった。天井の重圧に耐えきれず、額縁が机もろとも音を立てて壊れた。もう逃げることはできない。私たちはこのまま迫り来る天井に押しつぶされてしまうのだろう。おっと、めっちゃ嫌な最後。圧殺。嫌だ。さあ第何回目と言わず。何してる？どうだ？待ってください。くわ。難しすぎるやろ、ここのパズル。ノーヒントにも程がある。ということで、魔法使いました。このパズルはちょっと難しすぎました。パズルを解くと、迫ってきていた天井の動きが止まった。止まったのか。そうみたいです。よかった。
本当に良かった。助かったんだ。改めて完成させたパズルにブラックライトを当ててみると、惑星記号の表で見た冥王星の記号が浮かび上がっていた。あ、プルート。トロフィーか。ふと振り返ると、いつの間にかランタンを持った仮面の人が何事もなかったかのように立っていた。仮面の人はこちらが気づいたことを確認すると、ついて来いと言わんばかりにドアを開けて出て行った。試されていたのかな。ついていけばいいのか。おそらく。行きましょう。部屋から出るとガラリと光景が変わっていた。そこは今までのような通路ではなく、少し開けた場所になっていた。その先は明るく、どこからか光が漏れているようだ。確信はないけど、この光の先が出口につながっているような気がする。だけどわからない。どうしてこの人は私たちを助けようとするのか。あなたは誰？どうして私たちを助けてくれるの？仮面の人は私の問いかけに答えることはなく、そのまま無言で立ち去っていった。私だからペッタペッタ言いますね。あの人は誰だったんでしょうか。誰だろう。理由は分からんが、俺たちに協力してくれたのは確かだ。ええ、行きましょう。まだここは何も調べていないけど、このまま進んでいいのだろうか。まあ、探索ですよね。念のため探索する。おい、何してる。早くここから出るんだ。うん、急かされてる。そうだけど、本当にこのまま外に出ていいんだろうか。待ってください。まだ何かあるかもしれません。この辺りも探した方がいいと思います。だが早く瞳を。あ、そうか、時間が経ちすぎると。落ち着いてください。ここから出るのに必要なものがあるかもしれません。そうだな、わかった。ここに何かないか探そう。純さん焦ってますね。何にもない。お、あるじゃないですか。これは何でしょう。ドクロ。純さんの趣味。そうだな。しかしあまり縁起のいいものには見えないんだが、本当に必要なものなのか。それは分かりませんが、ここに落ちているということは何か重要なものなのかもしれません。と見せかけての、実は拾っちゃいけないもの。そうか、分かった。持っていくとするか。え、拾ってよかったのかな。ドクロのネックレス。誰かの落とし物だろうか。おお、ドアだ。光が見える。以上、以上か。何もないですよね。念のため。疑り深い。今までのドアと違い、光が漏れている。ここから外に出られるのでは。だけど、もうここでやり残したことは本当にないだろうか。って言われると、
いや、まあ、まあいいですよ。写真も撮ったし。待ってくれ。お。え？今、誰かに呼ばれたような気がする。後ろに、誰か、いる。振り返る振り返らない。声、レンジさんな気がする。でも、冥府では後ろを振り返っちゃダメ。あ、でもレンジさんかもしれない。あ、振り返らない。私たちは光が漏れているドアに近づいた。出口か。あっ、土砂。なんで？外に出ようと歩き出したその時、突然ジュンさんが倒れ込んでしまった。ジュンさん、どうしたんですか？え？え？駆け寄ろうとした私も急に平衡感覚がなくなり倒れてしまった。どうして？何が？邪悪な笑い声が。誰？どこからともなく笑い声が聞こえた。ここには私とジュンさんしかいないはず。大事にしてくれてありがとう。私たちもあなたのこと大事にするね。だから逃がさないよ。ゾッとした。すっごいびっくりした。大事にしてくれてありがとう。この演出はちょっと鳥肌が、心臓が。冥府の罠。ネックレスかな。ネックレスを拾っちゃダメだったんだろうか。それともレンジさん、レンジさんっていうか、あの声に振り向かないといけなかった。では、拾わずに待ってくれ。あ、やっぱネックレスはフラグじゃないんだ。あのネックレスを拾ったから声に呼びかけられたわけじゃない。じゃあ次は振り返る。聞き覚えのある声で呼ばれた気がする。とても優しくて温かい懐かしい声。気になって振り返ってみると、誰もいない。あれ、気のせいだったかな。これが罠か。確かに呼ばれたと思ったんだけど。許せないよ。うっ。で罠です。おお、ずるい。やっぱり冥府振り返っちゃダメなんだ。拾うのもダメなんだ。もうこれサクサクと出口に、すぐに出口に向かう。ですぐに出る。待ってくれ。これが罠だったんだ。今はネックレスを拾わないプラス振り返らないというルートで、私たちは光が漏れているドアに近づいた。出口か。お、ひとみさんだ。その時ひとみさんが私の右手首を掴んだ。私はメモ帳と鉛筆をひとみさんに手渡した。ジュン、多分さようならだね。そうか。結局瞳を元に戻す方法は見つからなかったな。あ、
そうなんだ。まだ続くかと思ったけど。ありがとう。いいんだ。瞳が決めたことなら、俺は。私はこれから瞳さんを殺して生き返る。それがたとえ自分の意志に反することだとしても。マリアさん、ごめんなさい。違う、ひとみさん、私は。不意に左腕が動くようになった。左腕が私の意志で動くようになった。ということは、ひとみさん、まさか返事をして。ジュンさん、どこに行くんですか？瞳のところだ。俺一人だけがのうのうと帰るわけにはいかない。瞳の分の命も大切にしてくれ。こうする気だったな。それからこんなこと言っても何の慰めにもならんかもしれんが、本当にすまなかった。ジュンさん、めっちゃくっちゃかっこいいけど。来るな！来ないでくれ。何のために瞳がいなくなったのか分からなくなるじゃないか。あのあと私は気がつくと病院にいました。ひとみさんが入院していたという病院だったようで、看護師さんから八木ひとみさんと呼ばれて、そのことがはっきりしました。じゅんさんは行方不明となり、私は未亡人となりました。ひとみさんやじゅんさんのご両親も死産と鬱、ジュンさんの失踪を経たためか、人が変わったように見えてもそこまで奇妙には思わなかったようです。私は生涯独身を貫きました。今床で横になりながら最後の日記を書いています。まもなく私は寿命を迎えようとしていますが、立ち会う人は誰もいません。私の最後はとても孤独なものになるのでしょう。ゲームオーバー。なんだと？なんだと？孤独な末路。これはこれで一つのエンディングなのかなとか思っ、いや、あの嘘でしょまあ確かにこの話の流れで終わりってわけにはいかないんですよね。どこにそんな分岐が、もう私がネックレスを拾う拾わない、振り返る振り返らない以前にもすでに分岐点があったということか。いや、っていうかじゅんさんめっちゃくっちゃかっこいいですね。
出口までの道のりでもしかしたらまだひとみさんを取り戻すことのできるかもしれない可能性にかけていた。てかマリアさんを無事に外の世界へっていう気持ちもあったかもしれませんが、まだ一縷の希望を持って進んでいたんですね。でもそれが断たれたと分かったら、なんかすごいな、ほんと人の思いというのはすごいな。なんかね、パズル難しすぎだった。あのパズルからもしかしたら分岐はあったのか、まあ、ちょっと神様の手を借りたんですけど、神様ちょっとどこからやり直したらいいんだろうちょっと途方に、もういろんなショック、もうエンディング、バッドエンディングの見過ぎというショックもあり、このマリアさん、ひとみさんとして最後を迎えるエンドのショックもちょっと精神的にいろいろ来るものがございますが、次回またトゥルエンド？エンディング、本当のこの悪夢から抜け出す方法を模索しつつ、悪夢から覚めたいと思いますはい、ここまでご覧いただきましてありがとうございました。もういろいろと削られまくった感がすごい否めませんが、次回も頑張りたいと思います。ではマナトでございました。ありがとうございました。